よし、行きましょう。あのね、こちらのアルプパクさん本当にいい場所でからね、お風呂に入れて電気も使えて、しかもね雪かきもちゃんとしてくれてるんで、寒中もしくは雪中洗浄もできる場所ではあったんで、皆さん本当にね、安全に雪中洗浄されたい方はね、ビバイアルプパクさんめちゃくちゃおすすめです。とりあえずお風呂がすごく気持ちよかったです。はい、定食屋さんがありました。あのね、美唄市は鶏飯がすごく有名らしいんですけども、こちらもね、僕の大好きなお蕎麦の定食もあるようなんで、今日の昼はね、ちょっとこちらでいただかせていただきたいと思います。はい、よし、じゃあね、予約をしに行きましょう。ちなみにね、なんだかんだあって今の時刻はもう12時半です。よいしょ。あ、一人です。こちらがメニューですね。鶏飯定食と流れます。お蕎麦がね、めちゃくちゃ好きなんで、蕎麦セットにさせていただきましょう。蕎麦セットで、はい、天ぷらでお願いします。天蕎麦セットで。いい子にしてればね、早く来ると思うんで、いい子にして待っちゃうと思います。はい、でもね、いい子にしてたらやってきました。めちゃめちゃ美味しそうですね。こっちが鶏飯で、こっちが天ぷら蕎麦です。早速ね、いただきたいと思います。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。何杯でも食べれる味です。あのね、お蕎麦もね、ちゃんとコシがあってから、だしもね、僕の好きなね、酸味がある味っていうのかな、でめちゃめちゃ美味しいです。ってことで、ちょっとゆっくりね、いただきたいと思います。で全部食べて完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。お昼もね、すごい最高だったね。会員してしまいました。大満足です。じゃあね、体もね、温まったんで、そろそろね、出ましょう。はい、ごちそうさまでした。はい、はい、お願いします。あのね、思わず美唄名物の鶏飯が食べれてから、お蕎麦も美味しかったんでね、本当に大満足です。よし、ということでね、お腹も膨れたんで観光行きましょう。リサイクルショップへレッツゴーです。なんかね、前方にお城みたいな建物があります。なんだろう、ホテルかな、消防局の庁舎みたいです。かっこいい。はい、到着です。はい、ということでね、リサイクルショップ楽一堂さんにね、到着です。こちらはね、なんかもうお店のね、店構えからしてすごい暑そうな雰囲気が漂っててから、トトちゃんとかね、いろんな人形もあったりするんで、激アツなお店だと思うんでね、ちょっとね、行ってね、観光を楽しんでいきたいと思います。行きましょう。はいですね、お店の方をね、見させてもらってきました。あの1階はね、工具と大型家電、それから業務用調理器具みたいなのがあってから、僕の好きなね、小型調理家電は少しだけありました。で、2階はソファーとか家具類がたくさんあったんですけども、懐かしのね、自転車の真ん中のあたりにレバーがあるかっこいい自転車も売られてました。で、中でね、すごく面白いものがあって、それがね、こちらなんですけども、氷のタンブラーが作れるね、やつが110円でね、売られてたんで、これ買ってきました。これはね、中に水を入れて冷蔵庫に入れとけば凍るっていう代物なんでね、この北海道のね、寒空でちょっと試してみたいなというふうに思います。はい、よっしゃ。はい、 OK ということでね、いいおもちゃも手に入ったんで、お次にね、行きたいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。はい、こちらですね、到着です。はい、こちらもね、オフハウス、ハードオフ、ホビーオフ、ブックオフのね、四つどもえのね、お店ですね。
もうね素晴らしいものが揃ってると思いますんで、早速ね、観光の方していきたいと思います。はい、観光してきました。ちょっと車戻ります。はい、ということで、ね、観光させてもらってきました。すごくねいいものたくさんあったんですけども、今回ね僕がね今ちょっと欲しいなと思っているものはなかったんで、諦めて出てきました。はい、でもねいい観光ができてよかったです。で、ね現在時刻は3時半なんで、ちょっとねこの場を借りてから今夜のね天気とか調べさせてもらいたいと思います。はい、ということでね、調べ物しながらちょっとピーチ作業もしてたんで少し遅くなってしまったんですけども、場所をね決めました。というのが、昨日泊まった場所はこちらで、今この辺りにいるんですけども、この先にね悠々パークさんがありまして、こちらはアグリ工房マーブさんっていうところで、車旅クラブの会員であればお風呂に入ったら車中泊が無料になるっていうね素晴らしいサービスをされてるところではありますんで、今夜はねこちらのアグリ工房マーブさんの方に行ってね、お風呂に入って車中泊をね一泊ゆっくりさせていただきたいというふうに思います。はい、よし、ということで、ね、行こうと思うんですけども、こちらの方はねお買い物等もできる複合施設がありますんで、向こうの方でね食料品もね買ってから移動したいと思います。行きましょう。マックスバリューさんありますね。よし、じゃあね行ってきます。よし、はい、しっかりね買いました。 OK ですね。よし、じゃあね行きましょう。よっしゃ、よいしょ。ショート、はい、到着です。はい、ということで、ね、こちらがねアグリ工房マーブさんですね。こちらはね予約とかは不要で、チェックインはね21時までで、今はね8時14分なんでまだ行けるんでね、今からねチェックインの方をさせてもらいに行きたいと思います。ちなみに例えばね館内のものが夜の10時ぐらいまでしか使えないはずなんで、とりあえずね用だけはねちゃんと済ませてくださいというふうに思います。はい、ということで、ね、行きましょう。アグリ工房マーブさん、よし行ってきます。はい、ということで、ね、無事チェックイン完了です。こちらがねお風呂なんでね、もう早速行ってきたいと思います。行ってきます。よし、上がりました。気持ちよかったです。あのねお風呂はね結構こじんまりしたような感じではあったんですけども、内湯と外湯があってから、内湯はね湯船が2つで、外湯はね露天風呂と壺湯があったんでね、壺湯に使ってねゆっくりしてから宇宙でね、ジャグジー当たりながらゆっくりしてきました。はい、すごい気持ちよかったです。で、こちらはね一般の方の休憩室になってて、こんな感じでね自由に使っていい場所があるみたいです。で、こっちはねゲームコーナーですね。あ、ミニオン使う、でも取れるかもしれないな、やってみようかな。1回100円、行ってくれ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 、あ、もうちょい落ちちゃった。ああ、力は強い、全然ダメだった諦めましょう。お土産でもありますね。はい、はい、気持ちよかったです。よし、ということでね、車ちょっと戻ってきたんで車中泊の準備しようかなと思ったんですけども、実はねなんかお腹がねえらいちょっとぐる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 言ってからトイレが使えなかったらねやばいかなとかってちょっと思ったんですよね。ですんでね、ちょっと今ね本当に申し訳ないんですけども、マーブさんの方にはねトイレが使えないのはちょっと厳しいかもしれないんで、今回諦めさせてもらいますというふうにねちょっとお断りさせていただいたんで、場所を変えさせていただけたと思うんですけども、実はですね道の駅旭川さんの方に電話してから、今晩一泊させてもらっても大丈夫ですかというふうに聞いてみましたら、ああどうぞどうぞ、ただその除雪スペースだけは止めないでくださいねというふうに言われて OK はいただいてましたんで、今からねちょっとこちらの先の道の駅旭川さんの方にねちょっと移動させてもらいたいなというふうに思います。はい、はい、アグリ工房マーブさん、すいません、ありがとうございました。また利用させてください。
はい、到着です。道の駅旭川さんですね。はい、到着。はい、ということでね、道の駅旭川さんにね到着ですね。ね、駐車場たくさん空いてたんですけども、邪魔に、ね、ならない場所と思って考えたら、入口付近のこちらの方がね良さそうだったんで、こちらにね停めさせていただくことにしました。はい、で、ね、駐車場と傾いてたんで、今もカースロープ置いてもう準備ができたんでね、早速ね中に入ってゆっくりしたいと思います。いらっしゃい。はい、ということで、ね、お腹が空いたんで早速ね晩ご飯作ろうと思うんですけども、今日買ってきたものがね、こちらで十勝豚丼のまかない豚飯っていうね炊き込みご飯の素があったんですよね。これが1合分が4つ入ってるというね、すごい使いやすそうな分だったんで、まあ今回ねこれを作って食べようと思うんですけども、これにはね豚肉とネギがいるんで、この2つ買ってきたんですけども、豚肉の量が多いんでね、今回は豚飯を炊いて、さらにねこちらのお肉で豚丼にねしてから豚飯豚丼もね作っていただきたいというふうに思います。はい、ということでね、まずはちょっと食材を切りましょう。ネギは尻尾を落として、これぐらいの輪切り OK で、お次はお肉。はい、これで OK で、ついでにねこっちのお肉もカットしておきます。今回ね道の駅さんなんで、アイス使います。電池はあるんでね。で、まずは豚肉を入れて、そしたら水を入れて、で火を止めて OK。 よし、でねご飯炊きましょう。で、このお汁、で、水を一度目盛りまで、よいしょ。で、あとはしっかり混ぜて、これで炊くそうです。50分で炊きましょう。よし、で、お次はね、具の方を作っていきましょう。まずはね、調味料で作ります。醤油、スプーン2杯、みりん2杯、料理酒スプーン1杯、砂糖とりあえず 6g ぐらいで、隠し味ににんにく少々。はい、タレはこれで完了で、ご飯だけの前、待つ間に昨日ね買ってたサバ、こちらをねいただきたいと思うんですけども、これをね料理するのにはこれを使います。ノンフライですね。これはね函館のハードオフ系のねお店で購入させていただきました。1100円でした。ちなみにね、これは消費電力800ワットのノンフライです。で、これで焼こうと思うんですけども、このまま焼いたらね汚れがついちゃうんで、くっつきにくい方を使います。で、並べていくんですけども、入るかな、もうね無理やり入れましょう。こんな感じで OK です。で、これで、ね、いきましょう。これはね、温度調節も余熱もないノンフライなんで、もう時間だけなんですけども、とりあえずね、まずはね、10分ぐらい回してみたいと思います。すいません、繋がってませんでした。お、どうでしょうか。よっ。おー、焼けてるっぽいですけども、まだ甘いですね。じゃちょっとね、一遍ひっくり返して、もうあと10分やってみましょうか。ちょっと途中ですけど見てみましょう。おー、焼けてるけども乾燥してたような感じがあるな。 OK にしましょう。はい、よいしょ。よし、じゃあね、ちょっと美味しそうなのができたんでね、早速いただいてみましょう。いただきます。果たしてお味は。うん、美味しいです。美味しくね焼けてます。ということでね、一夜干しとくればビールなんで大好きなやついただきましょう。いただきます。
あ、美味しいですね。あのね、一夜干し味がねすごい凝縮されてるからめちゃくちゃ美味しいです。ただね、ノンフライのちょっと威力が弱かったせいか少し乾燥してますね。やっぱしね、いつもの分の方が短時間で美味しくできてるみたいな感じがあります。よし、そうこうしたらね炊き上がりました。おー、美味しそう&すごい匂いがいい。よく混ぜて蒸らしましょう。よし、でこれをねちょっと軽くいただきましょう。はい、いただきます。おー、美味しい。味がめちゃめちゃ上品、バッチリです。でも今回はこれを豚丼にするんで、もうね今から料理します。ちょっとね、ネギをね、これぐらいでいいよ、あれにしときます。でこれね、ちょっともったいないのでこっちに使います。はい、油少々で、ね、ちょっと忘れてました、ごめんなさい。よいしょ、パッとやりましょう。はい、水にさらします。こんなもんで、よし、 OK。 でここに豚肉、ネギばらしながら焼きます。あ、ちなみにね、今回薄めのお肉使ったんですけども、肉肉しい感じが欲しい人はちょっとね熱いお肉使った方がいいです。僕はねどっちかというと薄いお肉の方が好きなんで、こっちにしました。OK、 完成です。じゃあね、あとは盛り付けです。まずはご飯、はい、これぐらいで、ここにねアレンジ海苔、もみのりシークにしましょう。でお肉、最後にネギ、よし、できました。美味しそう。よーし、ということでね、ちょっと時間かかったけども美味しそうなのができたんで、早速いただきたいと思います。改めましていただきます。果たして土台が豚飯の豚丼の味は、いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。ご飯はねすごい上品な出汁の効いたご飯で、上側の豚丼もね甘辛くてめちゃめちゃ美味しいです。うん、これは美味しいのが出た。ビールにも合います。よし、ということで、ドラマを見ながらゆっくりしたいと思います。お前ら男と会ってたな、そして家族みたいだったよ。ペルチョやるな、分かってるわよ。はい、ということで全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、美味しくなってきたので、そろそろ休もうかなと思うんですけども、その前にね、お手洗いちょっとね、利用させていただきたいと思います。よいしょ。おー。雪降ってる、積もってる、積もってる。おー。いい感じ積もってますね。じゃあね、お手洗い、行きましょう。こちらですね、行ってきます。よし、はい、機器を出しました。どっさりね積もってほしいですね。よし、はい、ということで、ね、お布団も入りました。おトイレも済ましたんでね、もう思い残すことはありません。で今夜はね意外と暖かくてから外気温もね確か0度ぐらいとかありそうなんで、一応電気式毛布はつけてはいるんですけども、今夜はね暖かく休むことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、明日の朝しっかり雪が積もっていることを祈りながら休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は7時57分で、市内の気温は 6.6 度です。昨晩はね全く寒くなくて、もうポカポカでね気持ちがよくって、気がついたらこんな時間まで寝てました。で昨晩ね雪がちょっと気になるんで
外出てみようと思うんですけども、よっ、おお、あーすごい積もったおお積もりました、すごいいい感じの雪ですね。てんこ盛りとはいけませんけども、 2,3 センチはね積もってます。やりましたわー嬉しい。あの北海道来てね、初めてのしっかり積もった雪ですね。すごいです。よし、じゃあね、あのいい雪が積もったんで、車内でねちょっと簡単に朝ごはん作りたいと思います。ということで、ね、朝ごはん作りましょう。今日はね有明さんのものだけで作ります。で、昨晩のご飯があるんで、ちょっとね洗い物も増やしたくないんで、雑炊みたいな格好のものにしてねいただきたいと思います。はい、もうちょい、はい、で蒸しモードで煮ます。よし、お、沸きましたね、グラグラになりました。で、ここにね、カニ出汁のお味噌汁入れましょう。で、卵、家から持ってきた分の最後の1個かな、これは。よいしょ。で、ここにネギを入れて軽く一煮立ち。で、はい、OK ですね。これでよしにしましょう、完成です。最後にね、ちょっとこちらに移したいんですけども、お玉とかっていうね、便利なものがないんで頑張りましょう。よいしょ、よしよし、はい、ということでね、丼一杯の雑炊が出たんでね、こちらをね早速いただきたいと思います。いただきます。果たして豚丼とカニ味の味噌汁で作った雑炊のお味は。おお、美味しい。あのね、すごい味がね上手に絡まってて美味しいです。寒くないけど温まります。よし、雪を見ながらねいただきましょう。うん、美味しい。ああ美味しかった。よし、はい、ということで完食です。ごちそうさまでした、美味しかったです。投稿したらね、9時回って道の駅さんもね会いたいの時間だったんで、せっかくなんでね、旭川のねお土産の方を買いにね行かせていただきたいと思います。行きましょう。朝からねお客さんいっぱいです。おお、招きグマ24,200円、傾き菓子ってのがありました。これいいですね、みんなでやりたい。お米がねありますね、これいいですね。無精米のボトル、僕はねこんなん好きなんでね、どれにしようかな。七つ星をねいただきましょう。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いいのが買えました。ラーメンはね友達のお土産です。よしよし、じゃあねそろそろね出発のために雪焼きしたいと思います。上から下ろしましょう。おお、はい、ということで今回はね旭川のね道の駅さんで試着させてもらったんですけども、雪があんまり降らない状態で雪を求めてきたらなんとかね積もらせることができたんで、個人的に大満足です。はい、でちなみに北海道の天気なんですけども、実はねこの先はどうやらあんまし冷えずに雪も積もらずというような格好で、僕が望んでるようなね天気にはならないようなので、ちょっとねこの後は観光したりとか、もしくはどっかでねホテル泊したりとかするんじゃないかというふうに思うんですけども、とりあえず今回のね雪中車中泊はこの辺にして、またね車中泊できるような天候とかに、ね、なりましたら改めてね雪中車中泊の方ね楽しみたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。じゃあねまた続きの動画で会いましょう。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。道の駅旭川さん車中泊させていただきありがとうございました。で今回ねあのひよこ作らなかった理由が、これを忘れてたんですけども、これね記憶はなくてね会社だけ売られてたんで買ってきました。ですのでね、これで爪痕をね残したいと思います。ここにしましょう。おー結構可愛いなこれ。ひよこも可愛いですけどね、恐竜も可愛いですね。いいのができました。こちらが目的地のキャンプ場なんですけども、
駐車場に入れませんね。無理っぽいですね。